ったんだからね、一時やったんだ。天理で大変だって言ってましたね。もうそれはもう漫才の一人でやったね。やってるから僕なんかよう漫才の時になんかね、あの副所長ちょっとお前俺のよくだってああいうの出たけれどもタウン坂にいと、いててくれやんで、はい、もう高専とでけへんって言って一人でしょ、ね、初初角屋もそうでしたね。でマネージャーを隣に立たしてやってたり、お母ちゃんは残念ちょっとね。ねえ、それ今日たちを今日バッチリもう堂々たるもんで、ね、ああもうやっぱり海線山線のそんなことは受け止めちゃうか思うでよ。三九先生亡くなっちゃったんですね。三九先生まだ生きてた。いや今日今日なんかさっきあれ見ました。カムロカムロの年じゃないんだよ。89とか。まあやっぱそうだもんね。いやテルヨお姉さんだって51だって亡くなった時。いつの間にか寄せてるのこれ。ああそうですね。あとあのてんやわんや先生も。国立よく出てたんですよね。天山屋先生楽屋すごかったね。仲悪くってでも引っ張られるんですよ。どっちが怖いですか。あの背の高いのが怖いです。お前さんもっとなんで行ったのって簡単な方だ。なんで行ったの。だから。もちもちにょこにょもち。あそう。でなんで行った。だから。電車で行ったのか。飛行機で行ったのかバスで行ったのかって聞いてた。やってください。あれだけのことをすごい膨らませるのね。いやーもう昔の人すごいですね、うん、もうじゃんけんだけであの大竹先生ね今の人はもういろんなとこから持ってきちゃうから持たないんだもんね。そうじゃないけど今はそうですね。あの吉本がね、いわゆるほらハゲとかチビとかボスとか出るね。もうそれはやっぱ今の若い子で受けへんね、うん、山賊の集まりみたいな。さあ親分は誰でしょう。笑いの親分親分どうどうかです。山賊の親分親分いやーもういいですね。こちら女親分になるじゃない。女親部員親をウヘータウヘータ。あれ今日2人、はい、話題と2人で動けるのがいいですね。前はもう当たり前だったけど今いや前は8ミリと2人だけで優秀な選択ですから、ね、ありがとうございます。縦がしっかりして、ね、上もやねんから大変やと思いますよ本当に。いやここはあの一人でもねあのシンプルだから浅草は広いからそう。来てない。ハワイに来てない。小円橋を小円橋を重いから持ってこない。やっぱり一瞬伸ばしてる。え？黒紋付きで持ってる。いや何でしょう。普通はね避けるがいいじゃない。黒は別に避けなくたって。小頭がいますね。あ、あのさ、飲んでください。ん？ビール。おお。福丸さんはあれですから。ちょっとそれは国分さんにビールを。ん？禁酒してんか。どうした？体調悪い。え、あ、あのさだって、あのさ梅酒、梅酒って見て。梅酒。梅菌。
なんかいろいろあるな、高地の見立てで。札幌これは恵比寿夜です。あ、恵比寿は夜か。夜って何ですか。許せてのこだわりが、あ、力をだけあるし、あ、これ今はバーッと分けて生っぽいやつ、俺ね、いっぺんこぼしちゃってるからね。冷房がね、当たるから冷たいね。あ、大丈夫。温めると、指をこう温めると、なんかあの泡が出るらしい。いや、あんま出なくてもいいんだ。じゃあ、周知いただきます。あ、どうですか。アイさん、まだあるビール。ロング君が入ってますね。あ、もうね、師匠もこのぐらいで。歌歌う。歌ってるから。あ、美味しい。うん、生っぽいんですよね。うん、味はやっぱりあのあれだよね、普通のあのドライとそんな変わらないと思うんだよ。そうですか。美味しいこと美味しい。もともとドライ好きだからね。まあ昼間からいいじゃない。お姉さんも飲む。お姉さんも飲む。旦那さん飲んでるから。あいさんなんか怒ってますよ。そう、飲みだ、お姉さんも飲み、なんだったら飲んで。さあ、これはもうこれ大変なことになるんで、この辺で失礼したいと思います。米丸師匠と優勝師匠が腕前で、ビール1円だけで飲んだら。あ、帰ってきた。8ミリが帰ってきた。リチョちゃん、はい。じゃあこの辺で失礼したいと思います。さよなら。